してきてますから、はい、さあということで、はい、今回は実際に今からお題を渡されるので、はい、それを立体的に作ってみることができるのか、ゲジョン。おー、この後は夏休み、自由研究で、はい、子供、お子さん向けか、お子さん向けのちょっとキッズチャンネルやってみて。はい、俺たちキッズに大人気だよ。30代の工作見せてやる。お、すげーの出てる。すげーの出てる。子供に見せるの。はい、ということで早速やっていきたいと思います。紙粘土で立体的に作ってみた。さあ、レッツゴー。まず第1問目のお題でございます。1問目、オーケー。こちら、ベベ、憧れのヒーロー。あー、簡単だ。おのおののヒーローを作っていただこうかなと思います。それではいきましょう。それでは準備よろしいですか。はい、はい、よーい、スタート。何しようかな。まずそこは。そうやね。まずそこ。いや、これ何も見れんのか。そう。お手本がね。自分の想像というか、あの時そうだったよなって。あ、待って、俺もう勢いで頼むでは。大丈夫かな。そんなにマジ？そんなわかる。もう、もう分かる。もうこれ買って。今何分ですか？今、残り7分。なあ、残り10秒。確か6、5、4、3、2、1。終了。さあ、ということで10分間が終了いたしました。はい、どれからいきましょうか。僕いきます。イエー。タイトルはラッキー戦国です。はい、もう今と今の憧れの、はい、ラケットを持ってピースしてる。おお、ただむずい。いや、襟のパンチがすごい変わるな。僕のヒーローですね。やっぱりちょっと性格的にも似てる部分もありまして、うん、周りをハッピーにさせる、うん、ラッキーにさせるみたいな、うん、っていう彼を僕はヒーローだな。お、素晴らしい。戦国。はい、うん、はい、じゃあ続いて俺行こうかな。ディラえもんね。ディラえもんです。ディラえもんだ。結構ディラえもんじゃない。いや、確かに多分分かる、ね、1位。なんかドラえもんに救われた。こんなあんなことあったらいいなって。こんなことあったらいいなって。こんなことあったらいいなって。ドラえもんみたいにどんだけ勇気づけられたの、うん、何ちっちゃい子のセリフでもやっぱドラえもんでしたね。はい、はい、続いて、はい、僕行きます。これはドラえもん続きといえばもう分かるでしょう。エヴァンですね。エヴァンですね。はい、かじられてるよ。かじられてるよ。あげたんだよ、このワンちゃんに。いつでもね、弱いものの味方でいるアンパンマン好きだなと。こんなリアルにかじられてるアンパンマンおらんの。やばいよこれ。ちぎられてるよ。 3D バージョン。続いていきますか。父親ですね。あ、父親なんだ。サッカー、僕小学校の時サッカーしてたんですけど、まあ、親父がこう来てなんか一緒に、まあ、サッカーやりながら、僕としては恥ずかしかったけど、なんか何事もそういうのに参加してこうやってくれる父親とかで、なんか、まあ、こっぱずかしかったけど今思うとヒーローだったなと思って。めっちゃいいね。これでもメッシとかそっち系かなと思ってた。メッシです。やばいやばいやばい。変わったことないやろ。さあ、それではラスト。はい、それはもうもちろんあれですよね。もう逆に当ててほしいです。何やと思います？しずくちゃん。はい、え、嘘、ピクみたいな。あ、あの頑固ちゃん。トリコのラスボス。あー、わかるわかるわかる。世代を考えてください。僕の世代です。ガチで言ったら俺はもうわかる。もう幼少期の子だよ。ガチでもわかる。だろうね。言うたら残念。ちゃうんよ。ストレッチマンでございました。皆さん、わからんかった。ガムもお会いしたことあります。生のストレッチマンに。ストレッチって体柔らかくするじゃないですか。もう一番硬くなってません？そう、それがミソ。僕は幼少期ストレッチマンさんを見て、ここだけが硬いそう思っていた。伸びる伸びるパワー。いやいや、俺冒頭に子供向け言うたよな。はい、ストレッチマンは子供がよく見る。5月18よって言ってるやんけ。教育番組のもうヒーロー。ということで、全ての、うん、作品が終了したわけなんですが、うん、今このジャッジはマネージャー吉江に、うん、それでは頼む。発表の方お願いします。
じゃあ続いて俺いきますか。はい、じゃあタイトルは僕、終わったとおっぱい。
おっぱいの形にもお椀型とかいっぱいあるじゃないですか、うん、あるな、の時に垂れないぐらいのこの筋肉もあってみたいな、はいはいはい、まあね、乳首はちっちゃい方がいいかもしれない。俺のお母さんは親指ぐらいあるんですけど。何が？乳首。え？できんの？サラソン。はい。これはやった。僕はこのマスターハンドが勝手に地球の始まりを描きました。はい、ありがとう。まずそう、女性の大事な前回ちょっと、ちっちゃい、いや、人類が始まる、うん、その始まりのホールに対しても僕こだわり持ってて、はい、できればちっちゃい方がいいって言ったら、はいはいはい、やっぱ身長にも比例してやっぱ身長がね、低い方の方がそのホールが小さいと、でも僕は高身長が好き、でも高身長なのにホールが狭かったらこれはもう国宝です。あー、すごい。はい、で、僕たち自身ありますよね、こちらです。お題ね、人類の始まりからです。え、間違えてる、沿ってない理想のアダムとイブってことで、こうです。あ、いいね。じゃあ、マイさん、お願いします。判定お願いします。お願いします。あー、さようなら、おっぱい。これ何が嫌やった？ワイさん的にした。ここのラインがちょっと気持ち悪かった。この二次元ボディね。あ、そう。ありえへんと。バイバイ。よいしょ。新しい。待て。ちょっと。ダメだって、そんな。ごめんなさい。おい、綺麗すぎる。綺麗すぎる。なんか。これが理想やろい。よろしくお願いします。じゃあラスト。はいよ。で、出体勢を後ろに向いて。潰されたんだ。あ、うわ。いけよ。オッケー。せーの。じゃあまず体勢がダメやった理由。お母さんもそう。ああ、もうそれがマイナスポイントやったんや。お父さんに。それがなかったら、1位でした。わっ、それで培った、まあ、生きてきた大勢の人生をね、否定することにもなるし。逆になんで高野が1位なんですか？はい、まあ、ザ・アニメのスタイルというか。あ、はいはいはい。普通に理想なんやな。もう、普通の男の意見なんやろなっていう。みんなもなんかコメントとかでさ、私はこうだよとか ね、か言ってくれたらなんか励みになる。はい、ということで皆さんも紙粘土で遊んでみてね。ということで、この動画が面白いと思った方もチャンネル登録、グッドコメント、切り抜きもお待ちします。以上、チームエンドでした。ありがとう。壁の中に埋められて手をする顔。あれや、怖い怖い。お前センスがすごいんだよ、それやろうとする、それをやろうとするセンスが。ここから。